丸亀ブルーライター SG 第70回ボートレースメモリアル、いよいよこれが最後の準優勝戦となります。迎える対戦は第11レース1号艇平本正幸、2号艇宇龍正義、3号艇前田翔太、4号艇吉川元博、5号艇佐藤翼、6号艇桐生純平、以上6名の対戦です。1、2、3、4、5、6、定番通りの進入となっていきそうです。インコースから1号艇平本正幸、逆転でのシリーズリーダー、安定感抜群の走り、ここまで披露。もちろん狙うは明日の優勝戦1枠です。1号艇平本のインコース戦、2コースには勝負強さ発揮となるか、2号艇宇龍正義、3コース同じ福岡支部、こちらも勝負強さ持ち合わせています。3号艇前田翔太、ここまでがスロー。角の4コースには攻撃力、ここは見せていきたい。4号艇吉川元博が4コースの角、外2人は埼玉勢、関東勢として意地を見せたい。5コース5号艇佐藤翼、最アウト6コースは6号艇桐生純平となっています。定番通りの3対3となりました。第11レース準優勝戦、進入体系インコースから1番2番3番、ラスト4番5番6番です。スタートしました。わずかにセンター勢か、3号艇前田、4号艇吉川が少し覗いていますが、1マーク先には1号艇平本に、さす2号艇宇龍、内側から5号艇佐藤翼が差し込んでいた。向こう正面も先頭こらえているか、1号艇平本、2番手外から2号艇宇龍、そして内側から4号艇6号艇さらには5号艇佐藤と4手ギュッと固まっている状況です。11レーススタートは正常です。1周2マーク、先頭1号艇平本、2番手内側から6号艇宇龍、外前が2号艇宇龍、そして切り込んだ4号艇吉川となっています。ホームに帰って2番手争いですが、外2号艇宇龍が覗いていますが、手先残している、かけているのは6号艇桐生、さらには内々から4号艇吉川となっています。2番手争い3手の攻防、2周目1マークです。その2番手争い4号艇吉川がコーナー先取り、2号艇宇龍がその懐、さらには6号艇桐生が来た、向こう上部に入っています。2番手ここで一定心前にいるのは6号艇桐生となっています。3番手から追走は2号艇4号艇レースはこれより2周2マークへと進みます。その間独走体制、先頭は1号艇平本、2番手6号艇桐生が先取り、懐ついてくる2号艇宇龍だ、豪華ホームに帰って2番手届いた、内側から2号艇宇龍、しかし直線コースに入って一定心ちぎっていったのは6号艇桐生、外から展開見せる格好は4号艇吉川。レースは最終周回に入っています。先頭1号艇平本、2番手内側から落としながら2号艇宇龍が旋回、そして合わせていきますが、かました6号艇桐生が2番手ここで一気にリード、そして3番手は4号艇吉川が逆転。上位体系は1番6番4番の体制となっています。4番手に2号艇宇龍、後方は3号艇5号艇ラストコーナーへと進みます。しっかりと押し切っていきました。先頭1号艇平本、そして2番手6号艇桐生、3番手は4号艇吉川となっています。上位3艇は1番6番4番の体制、先頭1番平本合輪、2着6番桐生、3着4番吉川合輪、2番3番合輪、ラストで5番佐藤合輪です。最後の準優勝戦11レースを勝ちました平本正幸選手です。どうぞ。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうですかこの景色は。すげえ最高です。ありがとうございます、ね、ありがとうたくさん声援が届いてま す, ありがとうございます。おかけいただいて、まず1着プレゼントです。亀丸お渡しいたします。後ほどお待ちいただきましょう。落ち着いていけた感じですか。まあそうですね、思ったほど緊張はしなかったんですけど、はい、出走直前は緊張しました。ああそうですか、はい、今ホッとされてますかね。ホッとしましたね、はい、はい。それではレースを振り返りましょう。進入枠なりでした。今日は向かい風の、ね、コンディションでしたが、スタートタイミング、スタートこれですか。はい、この写真です。遅いですね。一定心より後ろですよね、はい、いや全然早いと思ってました、もっと。あ、そうですか。勘がずれましたね、初めて。ちょっとこれは明日に向けて整えなければいけないところになりますか、はい、そして1マークです。映像をご覧になってどうでしょう。若干失敗してます。ちょっと支えてしまっても仕方ないようなターンの弧を描いてたんで、はい、まあ、なんとか進んでくれてたおかげで逃げれたって感じです。はい、それは初動の部分ですか。そうですね、初動でちょっと切り直しているところもあったし、はい、
ちょっとターンの失敗の部分であって、その後はモーター進んでくれたと思います、はいはいね、ここまで連絡みがずっと続きまして、混戦の予選終わってみればシリーズリーダーでした、はい、モーターこれファイナル1号艇になりましたけれども、うん、そのアピールできるようなところが主だってあるのか、まあ、正直トップになるような足でもないくて、はい、うん、なんか本当月だけでここまで来たって感じなんですけど、うん、なんですかね、まあ、成績が悪くないんで、はい、いいんでしょうね。やっぱターンとかがしっかり食いついてる感じはしてるんで、はい、そこだけですね。昨日も今日もね、うん、無欲という言葉がありましたけれども、はい、それはいい意味でこうリラックスしてレースはできてる感じ。はい、メンタル的には相当すごいいい状態だと思います、はいはい、これで優勝戦1号艇、まあ、いよいよね現実味というところでは気持ちも高ぶってくると思うんですけれども、まあまあ、はい、また明日は明日で緊張するだろうし、うん、ね、はい、でもいい形で、ね、まあそうですね、いつも通り、はい、望めそうですか、はいはい、これだけのファンの方の声援後押しにはなりますね、はい、うん、最高です、ありがとうございます、まあ、これまで SG の1枠緊張感もそれから優勝の味も知ってらっしゃると思います。はい、まあでも、うん、ね、やっぱね、はい、頑張ります。ここ取ってみましょう、ね、うん、はい、明日、ね、池田浩二先輩も乗ってますし、はい、はい、常滑代表2人でしっかり頑張っていきたいと思います、はい、そうですね。それではカメラの向こうにもたくさん平本選手ファンいらっしゃいます。一言メッセージ頂戴します。はい、明日はちょっとすみません、空気読まずにちょっと頑張らさせてもらいます。優勝目指して頑張ります。いやいや、はい、やっていただきましょう。ではカメラサインを今日も入れていただきます、ね、これを勝てば SG4 回目の優勝というところまで来ました。メモリアル初 V へと、ではポーズでいただきました。ありがとうございます。第11レース準優勝戦の競争成績です。1着1番平本雅之、2着6番桐生純平、3着4番吉